はい、どうも皆さんこんばんは。マッキーのドッカンレディアの時間がやってまいりました。本日は収録放送となっております。2月27日水曜日ということでですね、まあ2月ももうね終盤に差し掛かっているんですけれども、まあね今日もうYouTube でご覧になってる皆様はもう動画見てあーってね思ってねらっしゃるかと思うんですけれども、もう早速本日もねゲストさんに来ていただいております。それではゲストさんの紹介どうぞ。あ、岩瀬圭吾です。はい、よろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんばんは。こんばんはでいきましょうか。ごめんなさい。はい、はい、キーヨです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕とキーヨさんは、うん、今回初めまして。そうですね。ですよね。はい、数分前に会ったところですね。そうですね、はい、初めましてですね。だからちょっとまあ探り探りに行くのかなと思うんですけれども。はい、そうなりますね。全然ドーンと来てくださいよ。本当ですか。はい、全然大丈夫。いいですか。はい、ドッカンレディオですもんね。ドッカンなんで。ドッカンなんで来てください。ドッカンドッカン行きましょうかね。はい、大丈夫ですよ。ドラゴンボールが好きだ。ああ、そうなんですね。このロゴがね、まさにそうな。大好きなんですよね。本当ドラゴンボール好きで、うんうん、前回岩瀬さんがゲストで来ていただいた9月、うん、その後に、うん、3ヶ月後に、うん、ブロリーの映画ドラゴンボールの劇場版が、はい、見に行きました。行きました行きました、うん、テレビ局からオファーが来て、僕ブロリーを紹介してっていうオファーが来まして、はい、よかったじゃないですか。よかったっす。言うとくもんですね。言うとくもんでした。ほんまに。で、映画が始まるその週の前日にちょっとテレビにでブロリーを紹介するっていう、素晴らしい。あ、行ってみるもんだなとずっと、うんうん、ブロリーは強いんですか。ブロリーはねもう強すぎますね。はちゃめちゃな強さ。はちゃめちゃでもあるんですけど、なんですかね、今回のブロリーはちょっと人間性があって、はいはい、うん、前回の劇場版のブロリーは、はい、見ました。子供のなんとなくですけどね、はい、でも繋がってるんですか、話的には。いや、話は全然今回繋がってなくて、別物なんですね。別物で初登場、ブロリーが。ブロリーは、なるほど。で、ですね、すごくいいやつで、ブロリーいいやつ。いいやつなんですよ。そういうあれなんですね、今回は。なのでちょっとブロリー側のちょっと感情もお客さんとして入ってしまうというか、うんうんうん、最近多いですね、映画で、ね、二面性をちゃんと出すみたいな。そうですね。なんかあるんですよ。やっぱそういうのがいいんでしょうね、うん、感情移入させやすい。ああ、いいですね。そういう風に作って あったんですね。あってて、うん、ブロリーは戦いが好きじゃなくて、うんうん、やっぱ父親がちょっとベジータに恨みがあって、うん、それでなんかもう父親の何ですか、言うことを聞いて、うんうんうん、本当は戦いたくないけど仕方なくみたいな、うん、なるほど、コントロールされてて、機械かなんかで。そうです、首に巻いて。それ前もそういった設定じゃなかったでしたっけ。でした。その時の設定は多分守ってたんだと思いますね。で、僕は2回見に行きました。2回、初日と。お、なるほど。もうほんと最後の2日前とかに、うんうんうん、ちょっと泣きましたね。泣いちゃう。泣いちゃうんですか。号泣しましたね。泣いちゃうんですか。泣きましたね。本当ですか。本当ですよ。本当に泣きどころありますよ。いや、僕そういうやつ攻めてきますね。本当ですか。僕みたいに分かんないですけど、僕らの教室のアホな後輩がいるんですけど、はいはいはい、カメラを止めるなでも泣いたり、その部類に入ってませんか。カメラを止めるな、やばいかもしれない。すごい大ヒット、ね、してますよね、はい、でも泣いたよってましたよ。僕ちょうどまだ拝見できてないですけど、もう見てないですけど、泣くところあるんですかね。みんな泣いたとか感想聞かないですね。聞かない。聞かない。そうなんですか。結構コメディーな感じなんですか。面白いとは聞きますけどね。はい、ね、泣いた言ってました、ね。マジっすか。なんかそれと同じ間違いを犯してないかなと心配してるだけですけど。確かに。なんかで大きい画面で悟空が出てきた瞬間にちょっと泣きそうになってたんで、気持ち的に。多分その感情移入は悟空にしてるわけじゃないですか。悟空にしてますね。カメラを止めるのはね、はい、誰の感情にも移入、まだ移入しないぐらいのものなので すごい入りやすい人よね。そうなんですか。やばかったですけど。そうね、今日そのアホの後輩が、ね、うん、ああ、なるほどなるほど。どうもそういうことか。すいません、すいません。いえいえいえ、まあ、でもいい映画だったと。いい映画でした。もう何か、そうですね、また続編がもしあるなら、
だってあれでしょう、なんか、はい、アニメもなんか始まるって言ってません？あ、でも噂レベルですけどね。あの妖怪人間ベムが始まります、うんうん、ドラゴンボールではなかったです。4月から始まるのは。あ、新しい枠で始まるのが。うそうですね。でもそれはまだまだまだ先なんじゃないですかね。あ、かもしれないですね。ベムはだってそんな長く続きそうな人ですね、はい、確かにそうよね。まあまあ、まあ、そうですよね。確かにね、人間だっておしまいですから、ね、答えは分かんない言うてるからね。そうですね、そうですよ。慣れればいいんですもんね。慣れたら最大級の目標も最初に言うてますから、はい、最初ね、はい、目的ははっきりしてますね、はい、めちゃめちゃしてます。あんな分かりやすいアニメないですよ。今回リメイクでなんか絵が今風になってて、あ、賛否両論ですよね。そうなんですよ、うん、昔の方がやっぱいいって方もいたり、ね、今のアニメーションタッチになってるんですよね。そうそうです。見ました見ました、映像で。なんか本当に今風ですよね。今風で人間になれたらなってもいいぜって言いそうな感じですよね。そうそうそう、上からなんかめっちゃ上からやん。なりたい言うじゃないですか。なりたいじゃないやん。なれたらなっていいぜ。いいよね。ぐらいの、なれなくてもいいんだろうなぐらいの。そんなんや。絵がかっこいいですね。で、あのあれですね、シティハンターも今劇場が、はい、やってますね。やってますよね。めちゃめちゃ人気らしいですよ。あ、そうなんですか。興行収益も多く全然超えたみたいで。これってあの続編というか、あの話があれはですね、あの続編ではなくて、なんかめっちゃアニメ詳しい人みたいな。前回あのシティハンターのお話とか、ね、はい、エンジェルハートとかも好きじゃないですか。エンジェルハートはね、うん、あの最初は読んだんですけど、うん、はい、もう香りが死んでるっていう設定でも、あ、もう嫌で読むのやめました。あ、なるほど、そういうことね。パラレルワールド的な、うん、北条司さんはそういうふうに言うんですけども、はい、ただあのその新しいシティハンターは、うん、昔のアニメーションの流れをちゃんと組んでる。あ、組んでる。あ、そうなんよね、はい、で声優陣が全く一緒。あ、そうなんですね。それ熱いじゃないですか。熱いですよ、ね、絵のタッチはちょっとだけ現代に寄せてはいるんですけども、はい、あのすごくこう気を使ってるんですかね、うん、昔のアニメファンをちゃんと取り込めるような。なるほど、いいですね。見に行く予定、行きたいんですけど、はい、んなんていうんですかね、まあアニメなんで、はい、アニメってなんか子供と一緒によく見に行くんですけど、うん、はい、なんかこう、そう、タイミング難しいですね。一人でどっか地方で、はい、あまりにも一日暇になったぞっていう時に、うん、なんか時間の使い方恐怖症みたいになってるんですよ。使い方恐怖症だと。自由な時間ができた時に自分が、うん、なんかほんまにちょっと趣味でちょっと自分が好んでるものに時間を使うことに対する恐怖症、うん、恐怖症ありますあります。そうなんすね。めっちゃ映画好きなんですけど、もう映画とかなんかね遮断しちゃってますね。あ、そうなんすね。見らんくなってます。じゃあ DVD とかは、んでも見ます。まあ、夜中に見たりとかするんですけど、はい、まあ、DVD というか Hulu とかで、はい、映像配信、うん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 、それこそもうめちゃめちゃ見たかったのとかが、はい、もう何でも出すとガンガン配信してるんで、うん、そうですね、こぞって見てますけど。なんかそんな感じですね。あのシティハンターの話を前回、はい、したんですよ、岩瀬さんと。ああ、はいはい、した時に、うん、ちょうどシティハン漫画のお話をしながら終わってったんですよね、うん、このラジオが。なるほど。で、僕いろんな方から、うん、シティハンターの最終回ってどんな感じだったってメールとか来て、なるほど、どうだったかなみたいな、なんか改めてシティハンターを見たいですとか僕にメールが来たりして、うん、影響力めちゃくちゃ本当にありますよ。あのジャングルの王者ターちゃんの話とかもしてて、そのメールも来たりして、漫画の話めっちゃすごい。完全ジャンプ世代ですね。ある感じですね。あるカテゴライズされたところの。ちなみに、まあ、そのシティハンターの最終回は、はい、あの当時アニメ、当時の漫画の中では斬新だったんですけど、セリフゼロ、はい、あ、セリフゼロ、セリフゼロで終わるんですよ。そうなの、もう秒、あの絵だけで、絵と雰囲気だけで後半終わるっていう、うん、でまた新宿の闇に、闇というか、まあ、新宿に消えていく、消えていくサイバー領と日村香織っていう、はい、XYZ です、ね、XYZ っていうんですか。XYZ っていうのは新宿の南口に、うん、あの掲示板があって、はい、そこに XYZ って書くと、あの伝言版があるんですよね。そうです、黒板のところ、うん、そ, それが依頼なんですよ。あ、なるほど。シティハンターに対する XYZ って書くと、まあ人殺しとか助けてほしいとか依頼、はい、うん、これ伝言が XYZ なんです。 XYZ、はい、これ今日聞いてらっしゃる方、シティハンターまた見るんじゃないですかね。見ちゃいますね、これでも、ね、見ちゃいますよね、絶対ね。いいですよ、楽しい。実家に前科ありますよ。そうなんですか。ありますあります。
今日持ってきてもらえばよかったからなんかねそのシティハンターってなんか当時そのソニーの音楽、はい、ミュージシャンたちがこぞってオープニングエンディングテーマを歌ってた、はい、専用のアニメーションアニメシンガーではなくて、はい、ミュージシャンがオープニング今じゃ普通なんですけどもそうですねミュージシャンがオープニングとエンディングを飾るっていうのはすごく斬新で、まあ、特に有名なのが DM ネットワーク、はいはい、あといろいろいましたねサイズとか、はい、あサイズもやってますね、はいはい、いましたあとですねそれこそ大沢さんとかもやってましたねそうですねそうですね、うんうん、いろんな方がやってました、うんうん、当時はじゃあもうそれをやるのが本当に新鮮なおそらくソニーの仕掛けだと思うんですけども、はい、その後ルノニケンシでも同じようなことをやってましたねソニーはやっぱアニメーションの使い方がうまいというか、うんねうん、一つのトレンドに確かになっていってましたねシティハンターの曲がやっぱね、はい、そうですね、うんうん、いいですねなんかもしかしたら、うん、アニメのお話とかも今後ある可能性も普通にありますよね、うん、あんま詳しくないですよそうですか知ってることしか言ってないそれだけですそうですね完全にキーヨさんは、はいうん、漫画とかアニメはよく漫画はね、ちょくちょくは読んではいたりはしたんですけども、はい、最近はそんなに読んでないですけどももうあれですよ、うん、見派な感じで、はい、ここ去年一昨年ぐらいからやっとワンピース読み出したみたいなそうなんですよ僕もですもうそうなんですか何やったらキーヨくん家に転がっとるワンピース読み始めそうそう僕ん家で読んだりしてますねそうなんですよ100巻近くありましたっけ今92、3巻ですか91から91、うん、結構ありますねやばいですよ全部読んだんすか読んでますね、うん、昔こち亀でも50巻超えた時にすごかった、ね、神の領域に達したみたいなところありました ね、そうですよねこち亀200巻でしたこち亀200巻で終わりましたねドラゴンボールってだって40 2巻ですねぐらいですよねはいだってドラえもんだって42、3巻ですよぐらいですかはいすごい世の中ですね今ね漫画がねそうですよね、うん、そのこんだけあの愛され方で比例したらドラえもんなんて300巻ぐらいそうそうそうもちろんもちろんおかしくないですよね領域的にはドラゴンボールなんて600巻ぐらい、ね、そうですよね言ってておかしくないです、うんうん、確かに最終回してからずっと今でもなんですか最終回してないですもんねもはやしてないですからねもはやそうだねずっと再結成ちなみに年齢伺っても大丈夫ですか？あ、僕ですか？はい、僕大丈夫ですよ。はい、今は42ですね。あ、42。はい。少し岩瀬君より上。年上。はい。ああ、なるほど。そうです。あ、じゃあもう先輩後輩的な感じですか？いやいや、全然もうです。一個もそんななったことないやんか。そうなんですか？ないですね。もう同世代なんで。はい。はい。でも。所属した時期は違えどインディーズレベルが一緒だったんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。でも同期っていうか、いや所属した時期は違う言ってるじゃないですか。うん、そうなんですよ。そうなんですよ。違うんですけどね。はい。それも後から分かったんですけどね。はい。はい。で、そうそうそう。もうじゃあ結構長いんですね。あ、そうですね。うん。あ、岩瀬君との付き合い。はい、あ、でも長いって言っても7、8年ぐらいです。はい。うん。ちょっとツイッターをちょっと、はい。見たんですけど、はい、今回沖縄初？あ、そうです。ライブさせてもらうの初めてで、すごい楽しみに。こうどういう流れで今回岩瀬さんと沖縄行こうよみたいな。言っていいんですか、ね？いやそれ言っていいんかな。ダメなんですか？いや二種類ありますけどどっち聞きたいですか？二種類、どっちがいいんだろう？いやいや、こうとてもなんていうんですかね、なんかまあ本当二種類しかないですけど。うんうん1種類目言いましょうか1種類目両方言うんやんじゃん両方聞きたいですねここまでねちょっと気になるじゃないですかめちゃめちゃやっぱ沖縄でライブするっていうのは、はい、全然気持ちが違いますから、うんうん、ミュージシャンとしては来たい人めちゃ多いんじゃないですか、ねうん、めっちゃ来たかったんですよねはいなのでこうちょっと急であったんですけど、はい、沖縄にライブに来るっていうのはとてもで特に2人でツアーよく回るので、うんはい、そこでやっぱ那覇コザの方でも行かせてもらいますけどレミーズさんでしたっけ、はい、やっぱ上がってますよね、グッときてます、うん、でもう一種類も伺ってもいいですかね聞きたいですかもちろん放送できる範囲でしたいや全然放送はできるでしょう多分ですね、はい、
僕ら野球ファンなんですよ。はいはい。ちなみに広島カープ大好き。あのツイッターでよく広島カープのツイートを、はい、僕見させて。してますで京都出身。はい。神戸出身で今京都住んでるんですけど、はい、もう阪神タイガース大好きなんで、はい、二人とも野球大好きで。ちょうど今沖縄にキャンプというか偶然ね。偶然。偶然そうなの。偶然ですよね。本当偶然。たまたまです。たまたま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 重なってしまったっていう。そう、いろんなことが重なっ、うん、ね、重なったんで。そうですね。タイミングよく。はい、じゃあしょうがない。しょうがないなっていうこと。それはしょうがないですよ。コザでライブするんですけど。はい。たまたまカープがコザでキャンプしてます。これはでもしょうがないですね。しょうがないです。本当しょうがない。こういうタイミングはありますからね。たまたまギノザに行きたくて。たまたま本当たまたま。たまたまレンタカー借りだす。すべてたまたま行くんですね。たまたまです。たまたま。でもついたまたま球団のオフ日全部綺麗に避けて、うん、たまたま見れます。全部そんな調べてるわけないじゃないですか、まあ、そんな調べてはいないですよね。そんなわけないですよ、リストの皆さん。絶対ないですよ。たまたまですから、たまたまです。こういうこともありますからね。たまたまですよ、すごい。そう、すいません。いやいやいや、僕が逆に野球がそこまで分かんないですけど、ちょっと魅力的な野球のすごい聞きたくて、特にツイッター見てたら広島カープさん本当に好きなんだなと思って、うんうんうん、私ですか、はい、大好きです。でちょっとそれで見ながら、あ、ちょっと野球のことをちょっとだけ伺ってもいいですか。このファンになった、ファンになったのは、まあ、まず僕から、僕は広島出身なんで、はい、もう生まれた時からカープがテレビに流れてて、うんうん、はい、生まれた時からセールといえばカープ関連。ああ、なるほど、うん、はい、うんうん、学校行けば昨日の試合どうだったと、はい、教師が聞くもんだからみんな発表会、発表会でいう環境下で育てられると、うん、カープファンになっちゃいますよね、うん、まあ、自然と。すごいですよ、岩瀬くん家にも少し行かせてもらったことあるんですけど、はい、お父さんお母さんの方が岩瀬くんよりも選手のこと詳しくてもうあれ何枚やっけ、あー飲まねっていうお母さん詳しいと思って、詳しいですよ昨日言ったな、すごい、そらこんだけカープファンの子が生まれるのはそうですよね、感じですよ。そういう環境になってきますもんね。なってきますね、ほんと。で、野球ファンっていうのはみんな平和的なんですよ、うん、はい、僕らの周りが特にそうですけども、うんうん、仲良しで、うん、野球談義ができるのと、うん、はい、本当の試合になるとやっぱね、あ、負けたりしたら悔しいですけども、やっぱ気持ちが、そうですね、ま、それはもう、うん、むしろその感情こそがなんか魅力というか、やっぱ熱中できるものがあるっていいことだと思うんですよ、うん、そうと思いますよ。サッカーファンにも言えると思いますし、はい、他のバスケットとか他のスポーツにも、うん、ラグビーとかにも言えると思うんですよ、うん、はい。でちょっとこうなんていうんですかね、僕昔、うん、ロンドンに、うん、トッテナムの試合見に行ったことがあって、まだ稲本がいたって時、うんうん、その時に、うん、サッカー場ってもうサッカーのために作った球場なんで、うんうん、めちゃめちゃ近いんですよ。もうすぐそこでコーナーに蹴ってるようなとこで、うんうん、でそこのちょっと手前にクラブハウスまで、なんかチームが経営してるバーとかあるんですよ。わあ、最高っすね。最高っすね。ねチケット取れなかった人みんなそこで飲んでるんですよ。まあ、最高やん。それで画面見ながらみたいな感じで。そう、最高っすね。いいっすね。環境っすね。そういうのを見て、うん、おじいちゃんとかがもうマフラー巻いて、かっこいいっすね。ですごいこう。好きな人昔からのなんかこう優勝したとか、 なんか記念的 な、 なんかそういうなんかキーホルダーぶら下げてたりとか、なんかそういうの見るとすね、なんかね、すごいこうカープの感じをぐっと思い出す、カープ愛のね、カープ愛重なるんですね、なりました、なるほど、ね、なんかそうなりたいなっていうのもありました、うん、あ、そういう感じ、じいちゃんになっても野球好きで、野球好きでなんかこう歴史重ねて、なんかこう好きなものをずっと初志貫徹じゃないですけど、はい、ずっと好きでいたいなって思えるものに出会えたのは運がいい方だと思うので、うん、地元もあって、はい、なんかそういうので継続してる感じですかね、なんか魅力をずっとこの先も、うん、やっぱりこの試合で勝った負けたとかになってくると、あ、今日は負けたぜとかそういう感覚に、ふて寝ですよそらそうでしょう、ね、はい、ふて寝です、ふて寝しちゃうですね、早いですよ、その日早寝ですよ、はい、早寝ですよ僕らも一緒にツアー回ってて、阪神と広島が対戦するときちょっとギスギスしてますから、はい、そうですよねそうそう、チームが違うじゃないですか、ちょっとギスギスしますからねやっぱそれですか黄色いもの見よりします、赤いもの見よりします、気遣いますよそれは。キヨさんはこの野球
の、でも僕もそうですね、なんかやっぱ地元が、うん、あの神戸なんでね、はい、もう気付いたら阪神ファンで、うんうん、掛布さんとかバースとかいた頃がちょうど小学校、はい、低学年ぐらいで、もうなんかちっちゃい頃に掛布さんのユニフォーム着てる写真とかがあるんで、あ、そうなんですね、はい、で僕のキーヨっていう名前も、はい、その昔いた阪神のピッチャーでキーヨっていうの、あ、そうなんですか、そうなんです、外人ピッチャーでいて、はい、でそこから撮ってるんで、あ、じゃあもうそうです、もう申し子じゃないですか、野球の、そうなんです、申し子、申し子ではないですけど、まあ大好きです、申し子、そうです、申し子です、そこにすぐ気づく人いますよね、そういます、います、まあ、キーヨって結構、そうなんですよ、うん、結構でもそんなにメジャーな方ではないんですけど、あ、そうなんですか、うん、知る人ぞ知るみたいな感じなんですけど、はい、阪神ファンの人は、あ、それもしかしていいですね、そう、キーをみたいな、キーをあのキーをから取ったみたいな感じ、嬉しいですね、いや、そうなんや、嬉しいですよね、はい、そうなんです、気づいてもらうと嬉しい、僕がホプキンスって言ってるのも言わせホプキンスなそうですホプキンスです、キーをです、いやいやお笑い芸人確かにどんな二人組来たんじゃろうと思うお前でも僕キーをさんは最初、はい、このアーティスト名だと思ってて、これ本名と違うのかなとか思ってたんですけど、もちろん本名と違う、本名だったんです、本名じゃないですよ、本名じゃないですよ、ああ、なるほど、お父さんがつけたみたいな流れじゃないですよ、なるほど、違います、違います、アーティスト名ですけど、あ、よかったですよ、はい、はい、アーティスト名がキーヨそうですね、よかったっていう感想もまたむしろ、まあ、それであってほしいです、あ、そうで、僕の変な願いもありますいやいや僕もあってほしいですよこれ本名だったらびっくりするよ、まあ、お父さんね、はい、うん、そう、このちょっと最近チャタンの方に、はい、チャタン行った時に中日ドラゴンズってどこにあるんですか、と中部なんですけど、真ん中あたりですか、そうです、真ん中、小座よりはもっと南部寄りなんですけれども、下の方とか、はい、チャタン、アメリカンビレッジとか、アメリカンビレッジなんか観覧車があったりとかがあるんですけど、チャタンの方でも最近中日ドラゴンズさんがキャンプなさってて、一瞬ちょっとちらって見て、あ、すげえと、めちゃめちゃ全チーム来てますね、すごい来てますね、各地に、ね、日ハムだけですよね、来てないの、ああ、そうなんですか、日ハムさん、日ハムアリゾナでやってますね、ああ、海外の方で、はい、キャンプの集客人数とかあるんですよ、はい、ま、日曜日とか土曜日にこんだけ、うん、キャンプ地にこんだけお客さん来ました、うん、で巨人が圧倒的に多いんですよ、うん、1万6000人、わあ、すごいね、めっちゃくちゃ多いですね、この間その日南の方ですけどね、はい、でも広島は8500人、あ、多いじゃないですか、多いです、でも多いじゃないですか、で阪神も6000人とか結構来るんです、でも日ハムは55人ってなってるでしょ、アリゾナ、アリゾナなんで確かに行きづらいですね、そう、これは不公平な統計だなって、はい、なんでそんな知ってるんですか見ちゃうんですよすごいな見ちゃうんですよ見ちゃうすごいですね、そうですね、ファンの方がちょっと遠いからちょっと行きづらいというか、55人、まあ、確かに55人来たの方がすごいですね、これはカフェライブ大成功ですね55人来たらありがとうございます、はい、そうですね、じゃあもうでこのね、ちょっとついでにこのライブのついでに見ちゃおうかなみたいな、野球の試合もね、そうですね、まあ、はっきり言うと全然ついでじゃないですけど、ね、超絶メインですね、いや、まあそれ言い切ったらあかん、言い切っちゃったんすね偶然じゃなかったんすね、偶然じゃない偶然じゃないですよ、偶然ではないですね、必然だったんすから、ね、このタイミングにこのタイミングで命かけてきましたフルベックしてきました、はい、すぐ手びち食いました、はい、さっきそうです、あ、それで今回、はい、沖縄にいらっしゃってて、はい、ツアーで回ってるじゃないですか、はい、でも僕前回こういろいろ聞こうかなと思ってたんですけど、聞けなかったですか、聞けなかったことが、どうしてですの、多分頭真っ白になってたのかなと思って、自分、いやでも恋愛相談されてましたその説は本当にありがとうございましたそんなことするんですか、僕恋愛の回答なんで人生なんかほとんどしたことないです、すごいですね、ガチで、はい、ね、相談乗っていただいて、リアクションありました、ちゃんと岩瀬さんの言った通りにやりました、うん、本当に、お仕事の方に、はい、こうね、巻き込んだりするのもいいんじゃないの、はい、っていう、はいはいはい、実践しました僕、はい、でもダメでした、あれダメでしたかでも思いました、その時に、あ、そういう手もあるんだなっていう、この一つの手として勉強になりましたね、誘いやすかったです、逆に言えば、なるほど、こうやって手伝ってくれませんかっていう、うんうん、本当に言ったまま実行して、
で、まあ、手伝ってくれたんですけど、すごいですね、もちろん、はい、でもやっぱり恋愛的な方向にはいかなかった、いかなくて、うんうん、まあもう前を向こうかなと。なるほど、うん、からもうじゃあもうそれは付き合いませんっていうことになったってことですね。そうですね。でもまあ相手に彼氏さんがいるわけではないので、うんうん、もしかしたらチャンスはまだあるかなぐらいの、うん、いやチャンスはもうあると思います、ね。いやあるでしょう、それはやっぱり。ちょっともう一個ぐらいなんか聞いてもいいですか、はい、恋愛のいやいや、ま、前も言ったと思うんですけど、僕かみさんとしか付き合ってないですからね。あの方向から前もそういう質問したんですけど、経験めちゃめちゃ乏しいですよ。それを僕はちゃんとあの勉強させていただいて、まあ、いろんな人を見る限りなんですかね、まあ、素直にストレートに言うことがいいんじゃないですかね。付き合う子人の気持ちを自分に振り向かせることってテクニックなんてないと思うんですよ。結局一緒に生活してこの人と結婚してよかったなって思わせるためには正直に一生懸命 で、はい、でその人のこと本当にずっと老けてもね、もう若い時はね自分の選択肢幅は広い、広いじゃないですか。広いですね。自分はもっと好む人がいるんじゃないかって、はい、年を取れば取るほどその幅は狭まっていくので、でも年を取ってもあこの人と言ってよかったなと、この人は自分を選んでくれてよかったなと、はい、いうふうに思わせるその一貫した人間性であるべきなんじゃないですかね。ありがたいっす。ぶれないようにコロコロ変えたり、自分若い時はねちょっとカッコつけたりとかしますけど、はい、そういう、ね、時期じゃん、ね、そういう年ではないという言い方も変ですけども、そんなんがなんか別に一番いいとは思ってないので、うん、まあ好きだっていうことも大事ですけども、はい、ずっと自分が相手に対して自分がずっと愛されてると思わせる努力をすることが一番本来大事なことで、これはありがたいです。付き合って いく上で、はい、すごく、うん、まあもちろんそれ付き合った後の話ですけどね。これ早速まだ実行しそうな自分がいて、付け焼き場感が半端ないですね。もちろんなってますかね。僕のこのやってることは全部見せたというか、見せてはいるんですよ。あのドラゴンボール好きとか、はい、ブレてはいないですよね、やってること自体は。そうですね、まあ、それ仕事の内容はねオープンソースですから、ね、オープンソースなので、まあそれを含め、まあこんなんでこういう感じなんですけれどもっていう形で、はい、まあ、思いを伝えたんですけど、まあタイミングっていうんですか、その時期とか、特にこういうお仕事なさってると裏表をねすごく相手がうがった形で見る人多いので、多いっす。なので裏表を作らないことも一つ大事なことかもしれないなと思いますね。勉強になります。あるんですね。いや、ないっすないっす。このままですよ。今のあるやつやん。いや、違う。基本勉強加えようと。基本やっぱオンとオフはちょっとあるじゃないですか、人って。まあまあ、ね、例えば。例えば、まあ、ラジオ中はちょっとテンションが上げたりぐらいの。まあ、もちろんもちろん。それぐらいですね。本当に表裏はもうない感じなんですけど、うんうんうん、普段はちょっと暗めなんで僕。おとなしいんですよ。結構それで。そうなんや。まあでも、まあ、これで優しささえ ね、裏にあればね、うん、あ、すごい優しそうな方やなと思った、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。キヨさん、なんか僕に何かあります？何かって言って、アドバイス的なもの一個聞いて、いや、ないないです、ないです、本当にもう、でも岩瀬君言った通りですよ、本当にもう次回またでも聞きたいです ですね、その後どうなったかとかをね続いていきますよね。それがいいじゃないですか。写真見せてくださいよ、まず後でいいですか。後で、あ、これちょっと今危険なんで、動画もあるので、まあそうですね、こうその子がどういう風に自分を思ってるかっていうのも一つ大事じゃないですか。はい、かわい、自分は可愛くて綺麗でって思ってたりとかすると、うんうん、まあ、それだけにもいかないのかもしれないですけども、ちゃんとこう自分にはこういう人が合ってるっていうふうに多分みんな思って生きてると思うんですよね。はい、誰でもいいなんて思ってないじゃないですか、皆さん。そうですね、うんうん、自分はこういうタイプがあって、人生の選択の幅そんな広げずとも、はい、今はちゃんと比較的わだちを作って生きていける時代なので、はい、うん、なのでそのそうですね、気にかけてもらうっていうのは一つは大事かもしれないですし、気にかけてもらう、うん、
いいっすね、でも恋愛っていいっすね。いや、してみたいなと思いますよ。いやいやいや、その変な言い方じゃなくて、はい、間違った言い方じゃなくて、うん、そういう感情の起伏っていうのはとても人間にとって大事なことだと思うので、はい、なんかそうですね、とても、いいなと思います。なんかもし、まあ、うち子供いますけど、そう、はい、うちの子供たちが大きくなって誰かを好きになって、はい、その人のために自分の全てを投げ出そうっていう気持ちをもし思ったとかしたら、はい、すごくこうなんかこう泣いちゃいますよね。泣いちゃいます。グッときますよ。わ、すごくこの子の持ってる気持ちを抑えきれないような、自分ずっと経験、人間って経験していくと思うんですけど、はい、それ抑えきれなくな、たかだか恋愛一つで抑えきれなくなったんだなっていう、そんなことを目の当たりにしてしまうと、そういうのはでもいいですよね、人間らしいなと思いますね、そういうのが。そうですね、親としてもなんか、あ、成長したなっていうか、なんか実感、なんですか、ちょっと泣けてきますよね。なんか理路整然と生きていくのも大事なんですけど、はい、言葉じゃ理屈にならないことを経験してくれると嬉しいですし、特に僕らミュージシャンはそういうことの連続なので、はい、言葉じゃ説明できないことがたくさんあります、本当にありますからね、歌にしますしね、歌詞に込めたり、そうですね、まあ、色にしてみたりとか、色、はい、声色とか、はい、なんかそういうとこに入れてみたりとか、なんかそういうことが、まあ、僕らできる仕事ではあるんですけども、はい、なんかそのそうですね、まあ、なんか子供たちに限らず人を好きになったり人を大事に思いたいと思う気持ちはいいなと思います。あ、変な事件もありますけど、まあね、あ、そうですよね、ちょっと、そういうのもありますけど、今はね、多いですからね、そういうのも。あら、いや、今日のテーマは何だったんですか、ちなみに。今日は、まあ、テーマはもう決めてないんですよね、きっと。きっと今日はテーマ決めてなくて、なるほど、すげえだからびっくりしてたっていうか、何話そうかなみたいな。じゃあ最近ある、はい、SNS、はい、の中での、はい、立ち振る舞い、まあ、昔から言われてますけども、はい、なんて例えば どういうポジションに捉えてらっしゃいます SNS って。 SNS ですか。例えばこの動画配信も SNS の一つではあると思うんです。そうですね、はい、僕の SNS の使い方的にはこのお仕事、タレントっていうお仕事 の、ね、あの、宣伝というか、この活動を配信してるって感じですね。そこはきっと僕らも変わらないですね。はい、取り立ててその活動、ね、タレントさん、ミュージシャンっていう一つの防波堤があるんで、はい、その超えちゃいけないものっていうのはある程度分かってますもんね。あ、分かってます、もちろん、はい、この間いじめ配信とかやってたじゃないですか。ああいうのがちょっと理解しがたいというか、いじめは昔からあったでしょうし、はい、もっと映像にも撮れないぐらいえぐいことだっていっぱいあるんですけど、あると思いますよ。今の子たちは映像にしちゃうので、そう、そこがちょっと理解しづらいというか、あるじゃないですか、ね、お仕事のバイト先で何かやっちゃった動画を上げたりとか、映像を撮るということが多分恥ずかしめの一つなんでしょうね、はい、その子にいじめてる人間に対する屈辱、恥ずかしめっていうもののパーソナリティ一つなんだと思うんですよ、はい、映像を撮るというのは実際暴力を受けてることが一番辛いんですけども、はい、それをさ物に残すっていうのは、はい、屈辱というかその身体的、はい、心身的にもダメージが強い行動だと思うんで、それを分かってやってるんでしょうね、そうなってきますよね、あとあと残るとか ありますよね、残っちゃいますからね、どうしてもこの拡散っていうものをアップすれば絶対残るじゃないですか、あの女の子とね、彼女と例えばこう仲良ししちゃって、それを録画して、はい、拡散するっていうのもなんか言い方がありますよね、なんて言い方、何でしたっけ、ありますよね、そういうああいう意地悪なやり方、ちょっと DV に近いというか、なんていうんですかね、この難しいですけど、それに近いことだと思うんですけどね、その今のいじめの やり方も、だからその映像で拡散するということのそれも一つの暴力っていうカテゴリーにちゃんとしていかないと、良くないですよね。良くないと思います。
まあ、だったら映像上げなきゃいいのかってわけじゃないですし、そうですね、なんだったら映像に上げてしまったがせいでバカ発見機のようにそいつが見つかってしまったわけであってそうなんですよ、ほんまそうですよね、本当にそうですよ、はい、いいのか悪いのか早い解決になったきっかけにもなってはいるんですけど、はい、だから僕も基本的に例えばプライベート的なものは何ていうんですかね、ここは超えたらダメだなっていうこの考えながらアップ、ツイッターとかもアップとかしてて、はい、極力はもうプライベート的なんていうんですか、まあ今現在のやつアップするんではなくて何個かストックしてて、うんうんうん、後でアップしたりとか、っていうことを考えながら僕はやっているんですけれども、難しいですよね、必ず批判する人が増えるそうですね、そうなんですよね、いますよね、酔っ払いながらね、酔ってるだけの映像とか上げたことありましたけど僕そうなんですか、動画を上げたんですか、それ YouTube に、あ YouTube、はい、まあ、これからツアー出るんでなんかその話をしたら酔ってるだけなんですけど、はい、それもやっぱ言われましたもんね、そうなんですか、でも真面目にちゃんと話してくださいみたいな感じそうなんや、いますよそういう人、昔そのチャリティーでイベントやるときに、はい、電気を、まあ、まあ東日本大震災で電気使えないっていうことがあったんですけど、はい、まあ、計画停電もあって、でそれでまあもう電気全く使えないっていうのはないんで極力一つのパワーアンプ使って自分たちで、はい、ね、もう一流ミュージシャンたちが自分たちでね原因上げたりミート上げたりとかそんなそういう涙ぐましいやり方ででもイベントやったんですけども、はい、その電気一個使うにもなんか言われたりとかしたんですよ、あ、そうなんですか、 SNS で、それはなんかあなたの意に反するんじゃないですか、テーマにこう、もうこう世の中 の、 この言ってることとも矛盾してませんかぐらいのこと言われて、はい、矛盾はしてないんですよ、うん、だってそれでチャリティーしてお金集めて、そうですね、うん、それで頑張れっていうのが一番のテーマですから、はい、電気を使わないっていうことがテーマではないですよみたいなことを言ったら、はい、ああ言えばこういうみたいな感じで言われちゃったんですよ、そうですか、ああ言えばこういう夫婦かお前これはDM とかですか、それは DM じゃなかったですね、 DM だってその子のこと別にフォローしてないですから、 DM にはそう、あ、そうですね、来ないですもんね、うん、まあ、やっぱりアップしちゃうとなんか賛否両論が起きちゃうんですかね、まあ言いたい子は、まあ、言いたいんでしょうね、自分が正しいと思いますし、その目を見て話すっていうことが、ね、ない時代なので、そうなんですよ、今って会ってコミュニケーションを取る時代が減ってきてますよね、昔より、そうですね、その僕らツアーやると、例えばツアー先で、はい、ただただ一回対バンしただけの子とかと、はい、フォローされて、はい、フォローしてくださいみたいになって、はい、タイムラインにずっとその子乗ってくるわけですよ、その子のこと全然詳しくもないのにだんだん詳しくなってくるんですよ、なんかこの子、あるある、そう、ありますね、この子よラーメン食うとるなみたいな、あるあるですよね、もう全然嫌なんですよ、もう嫌で仕方がないです、いつか会うかな思うんですけど会わんです、会わん、もう会わんのでやっぱ、はい、なんていうんですかね、なんかこっそりフォローカットするんですよ、そうなんですね、こっそり会わんのんすもん、もうこの先会う予定がないというか、会いたいって僕が思わないです、なるほど、だって向こうも思わないからこういうことになってるわけだって、お互いが会おうって思うから気になってるからこそ、また気になってなくても何かきっかけがあって重なっていくから、はい、僕なんか友達から親友になってそういう名優、まあ、そういう言葉になっていくと思うんですけども、はい、企業君とかなんていうの、もう本当それを体現してる形でライブをやって、一緒にね、それから重ねてって、はい、今に至るんですけども、その若い子たちのラーメン食ってるんだとか詳しくなったところで、ほんまそうや、ほんまそうですね。何も楽しくない。このラーメン屋行こうかなみたいな。思わない。思わないです。ならないでしょ。思わないし、その子とかなんかやっぱ世の中に対して文句言ってたりとかするとグッと来ないですし、全然、なりますよね、分かりますよ、はい、その感覚、もちろんその子の友達にやっとけばいいわけであって、はい、まあ、もっと言えば僕は別にフォローかとすることも別に、まあ、もちろん何の問題もない、で向こうだって、まあ、どういうふうに僕の SNS を見てるかどうかなんて僕だって分かりえないわけだ、そうですね、だからどんどんカットしてっていいと思うんですよ、みんな、みんな、もうどん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 、そうですね、あとまあ同時に簡単に友達になるなと、あ、そう、なんか実生活とコミュニティを別物だと思ってやってる人もいっぱいいたと思うんですけど、はい、結局一緒なんですよ、
分けられないですね、うんうん、なんか実生活、うん、自分が本当に友達になりたい人とつながってきた人生なんで、はい、SNS で知りもしないやつのラーメン食ってる姿を見たところで腹立ってしまう、ね、いっぱいいますよ、いっぱいいっぱいいます。あ、小さいコミュニティでなんかうわ俺たちは正しいんだみたいなのを見ちゃうと、見ちゃうと君らは正しいかもしれんけど、うん、なんか別に見たくないっていうか、うん、なんか感情の起伏をそれを見て動かしたくないですよ。そう、ツイッターって感情がこもってるじゃないですか、やっぱり、うん、なんかねそのライトに僕は楽しくやりたいですよ。はい、楽しく、ただただ楽しくやりたいですよ。はい、美味しいご飯食べました、よかったと、まあ、向こうもねラーメン食べて楽しい、まあ、まあまあ向こうもラーメン食ってますみたいなことは、はい、美味しそうっていうコミュニケーションだけでいいと思うんですけども、うん、なんていうんですかね、二度と会わない人の別にラーメンなんて食うお客さんとコミュニケーション取れればいいと思ってますし、はい、お客さんとコミュニケーション取るツールでいうと最大級の発明なんじゃないですかね、うん、そうですね、そこがそうなんですよね。昔はチャットとかありました。僕一瞬トイレ行っていいですか？まあ、ああトイレ行きます。大丈夫ですか？ハンピーちゃんめっちゃ飲んでしまう。あのトイレはドア開けてすぐありますので。本番中に行っていいんですか？いいですよ。いいですよ。僕もすぐ続きます。あの今ちょっとね、今岩瀬さんと二人きりになって、まあまあまあ大丈夫ですよ。そうですね。そうですね。まあその楽しく使いたいんですよ。うん、僕はこの何ですかね、基本的にまあフォロワーさんはいるんですけど、もちろんただ見ないんですよね、見ないようにしてて、ある程度僕はドラゴンボール好きなんで、ドラゴンボールのことを見たりとかでいいねしたり、そうですね、で岩瀬さんのもチラッと見て、 ありがとうございます、もちろんいいねをして、僕ほらやっぱメッセンジャーとか SNS の中のメッセージ、ダイレクトメッセージとかで、それでもう、はい、やっぱ会話やり取りすることもあるので、はい、定期的にやっぱ見なきゃいけないではあるんです、うんうん、はい、なのでできればずっと別に、ね、まあ見なくて済むもんだったらいいですからね、やめていいもんだったらやめたいんですけど、やめて、まあ、やめていいもんだと思うんですけど、ただその楽しく使いたい部分がまだ勝ってるので、はい、使えますよね。僕今回意外と下田さんつながりで、はい、今回岩瀬さんにつながったんですけど、僕下田の携帯番号とかも知らないんですよ。あら、そうなんですね。そうなんですよ、実は。で知らなくて、なんなら最近僕 Facebook のデータがちょっと立ち上がらなくて、はい、で今回岩瀬さんとあのキヨさんに連絡取る際に本当に来るのかなと思ってとも思ってもいるっていうのもあるんですけど、何ですかね。でも荷物先に置いといたんで。あ、そうなんですか。はい、ギターとかで角に。あ、はい、うん、ありがとうございます。わかるかな、今先に来てたんですよ。でそれであの下田さんとは Facebook メールで、あ、おかえりなさい。三品茶が美味しすぎて、もう三品茶うまいですね。どんどん飲んでしまったらトイレ行きたくなる。CM のね、はい、お待ちしておりますよ。はい、そうそうそう、企業さん。美味しすぎ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。それでこの Facebook が、うん、今まであの下田さんと Facebook のメッセンジャーでやり取りしてたんですけど、はいはい、それができないので。なんかもうツイッターの DM でもうやり取りをしてて、それで あのぜひよろしくお願いしますと。もうそれだから意外と結構会うんですけど、はい、連絡先を知らないんですよ、下田君とね。そう、下田さんとは知らない連絡先を。まあそういう時代ですよね、電話番号を知らないっていうのはありますもんね、今。ありますね、ありますね。下手したらキヨ君、僕の電話を知らないかも。知らないんですか。僕はこっそり知ってる。ありがとうございます。こっそり知ってる。こっそりじゃない。いや、ちゃんと聞きましたよ。大昔に最初に出会った頃に多分聞いてるんですけど、はい、でもその電話は俺もやり取りしないですもんね。メールとか。これがまた僕が携帯をもこう手にするっていうのが、はい、ほぼないです、ね。ほぼないですよ。ほぼないです。ほぼないですね。もうほぼない。もう今はもうチャットとかで。いや、なんかね、電話ね、で結局 SNS での、はい、SNS のせいとは言わないですけども、そのせいで、うん、もうまだ誰かとなんか話せんといけんのかみたいな感じになってて、はい、遮断できるものはしたいなと思って、うん、で僕の仕事柄電話しなくても、はい、まあ、別にいいもんだと思ってるので、うん、電話は基本的に持ってはいますけど、電源入ってないですよ。あ、そうなんですか。入ってないですね。じゃあもし企業さんが今かけても繋がらない感じ。
ですね、そうですね、かけたこと一回もない、知ってはいるんですけど、かけたことはないですね、ないです、一度もないです、一度もないですか、一度もないです、そうなんですね、うん、そうですね、と SNS がね、まあ、まあごめんなさい、ちょっと、ね、いえいえ、この話は広がりすぎて飽和しちゃうテーマではありましたね、うんうん、あでももちろんそのテーマは素晴らしい、僕もちょっと思ってたことでもあるので、うんうんうん、一度ね、まあ、Facebook とかもおじさんしか使ってないような現状とかも言われたりとかしてますし、そう、年齢層が上の方っていう、そうですね、うん、昔はね学生たちがフランクに使ってましたけども、うん、今ツイッター、インスタグラムとか、ツイッターがまた巻き返したんですよね。そうですね。うん、まあツイッターが強いですね。強いですね。正直ね、フェイスブックとかね、おじさんの説教みたいな部分が多いですよ、ね。うるさいわ思いながら。あ、心当たりあるかも。長々書くな思いながら。お前の意見なんか聞き取らないと思ったり、ね。あります。ああ思い当たるな、いろいろ、そう、まあそれでこそ向こうも見なきゃいいんだよっていう話なんだ、そうなんですよね、結局は、まあ、入っちゃうんですよ、目に入っちゃうんですよ、うん、入っちゃうんですよね、それ仕方ない、流れてくるので、仕組みなんで、まあこの、まあ、SNS のお話がすごい、すいませんでした、いやいやもう楽しい、でもあとまだあと10分あるんですけど、はい、僕そう聞きそびれたことがあるって言ったじゃないですか、はい、あのまあもちろんテーマは決めてないんですけど、はい、ちょっと沖縄に来た際にご飯とか、はい、沖縄で来たらこれは必ず食べますっていう料理とかですね、お聞きしたいですね、僕はメイン要はお米あってどうこうっていうものを特に欲してないですよ、あそうですね、基本お酒の友、お酒、あなるほど、友つまみ、つまみを狙いに行きますね、あそうなんですね、行きます、ちなみに沖縄来たらビールはオリオンですか、それはもう豪に従います、オリオン好きっすよ、はい、ただこう夏のか暑い時のオリオンは美味しいですよね、はいもちろん、ただこうそうですね、基本は僕ほら、ホラーとか言ってますけど、うん、僕札幌ビール大好きね、名前はもう真逆の、ね、そうですね、あの上の方に行っちゃいましたね、はい、うん、で結局はあのキリンの一番搾りが、一番搾りが個人的には好きなんですけど、はい、でもあの沖縄来たらオリオン飲みますよ、あ、はい、ちょっと味がちょっと癖がありません、うん、オリオン、おいし、うん、もちろん美味しいんですけど、うん、でもやっぱなかなかね、まあ 今でこそ関西でもね飲めるところも多いです、はい、ちょこちょこありますけども、うん、やっぱり沖縄といえばって感じです、オリオンですね、地元のビールがあるっていうのはいいですね、うん、いいです、ビール好きとしてはやっぱ豪に従うな、あもうそれは当たり前ですね、うん、ちなみに何を、うん、沖縄来て最初に何食べました、今回ですか、今回もほんとさっき来たばっかですよ、あ、うん、さっき本当に着いたばっかり、うんうんうん、記憶の特に僕はそうですね、で一緒に食べたのはで、うん、あのちょっと飲もうかって入った提灯屋さん、はい、提灯のかかった居酒屋で、はい、本当飲むだけだったんですけど、うん、そこで手びち食べるかって言われて手びち食べました、手びち美味しいですよね、めちゃくちゃ美味しかった、美味しいですよね、めっちゃうまかったっす、うん、なんであんなに美味しいですね、知らないです美味しかった、食べれるって言われてね最初ね、はい、内地から来たんやろって言われて、うん、食べれるってビッチとか言われて、食べれます食べれます、うん、あ店員さんがこう言ってくださったんですね、はい、美味しかったですね、美味しかったです、あちょっと手びちの話したら手びちいいっすね食べたくなったんですか、食べたくなります ね、そう沖縄、例えばタコライスとかそういうのも食べたこととか、タコライスは基本多分ね沖縄の食べ物で全国で食えるものの中でトップの方だと思います、はい、うん、そうなんですね、はい、結構本当でも ね、 そうですね、カフェとかでもたくさんやってはるところがあるかな、でしたらもうゴーヤーとかもそうなりますよね、もう今では、今ではもうほら、うん、全国でこれ変な言い方ですけど苦手な食べ物こう子供の中でゴーヤー1位とか2位じゃないですか、あちょっと苦みがあるので子供には、うんうんうん、はい、それはそれぐらいめちゃめちゃ流通するようになったってことだと思うんですよ、あゴーヤって何っていう時代じゃなくて、はい、みんな食ってるんで、
でその中で何がっていう、これがまたもう10年ぐらいすると変わってくると思うんですけど、はい、今はとにかく全国的にゴーヤめっちゃ食ってますよ、うん、ゴーヤ普通に野菜八百屋に置いてますし、うん、沖縄もねどんどん進化していきますね。いや、やはり10年20年でやっぱ本州との本土との関わり合いは変わってきてると思うんですよね、うんうんうん、素晴らしいですね、うん、まあ、とりあえず今日先に着いて食べたのがもう手びち、食べようと思ったわけじゃないですよ、うん、たまたまた食べるかって言われて言われて食べたらもう最高やったっていう食べるかめちゃくちゃ美味しかった、ちょうど良すぎてちょうど良かったちょうどそう、これを求めてた、これだって思ったんですかこれを求めてたこれあれ以外ないですもんね、なかったっすね。今日もしあのラジオ聞いてたらその店員さん喜ぶかもしれないですね。あれ聞いてないからいやいやいや YouTube で見るかもしれないあれ見てないタイプ見てないタイプ見てないタイプなそれ見てなさそう、うん、そうね。あとあそうだ、前聞きそびれたことが、あと方言とか沖縄の方言とかで、うん、はい、まあ、よくメンソーレとかってよく耳にすると思うんですよね。まあ有名ですよね、言葉的には。なんか例えば僕ちょっとこの方言知ってるかなっていうのをちょっと言ってみたいんですけど。ぜひぜひ。チュラカーギーっていう方言があるんですけど。チュラカーギー。チュラカーギー。これはご存知ですかね。チュラカーギー。チュラは美しいとかっていう。そうです。チュラ海水族館とかがあるんで。カーギーは何ですかね。そうカーギー。何ですか、チュラカーギーっていうのが沖縄方言であるんですけど、相手に人に言う言葉ですか。そうですね、あんたチュラカーギーだねみたいな、イケメンとかそういう意味ですか。正解ですね、正解です。当てちゃった当ててるやん、当たっちゃいましたよこの何ていうんですか、例えばボケなんかやつボケ一発正解どっ男女共通というか、あんたチュラカーギーだねみたいな。言う言う、今日めっちゃ言うわだいぶね使う気ですね、絶対使うね、絶対喜びます、まず絶対喜びます。あチュラカーギー、男性女性関係なくもう顔があんたいいねって、いい顔してるチュラカーギー、チュラカーギー、チュラカーギー。で、まあ、言ってしまうと逆の言葉があるんですけど、はい、それがヤナカーギーっていうのも、ヤナカーギー、ちょっとあんたヤナカーギーだね、まあこれお笑いでも言ったりとか、はい、ギャグで言えたりもするんですけど、ただまあ極力はヤナカーギー、ヤナカーギーはちょっと良くないこと、良くないから、チュラカーギー、チュラカーギーって言っとけば間違いないです。わかりました。あのお客さんに、あ君らチュラカーギーだねって言ったら盛り上がりますよ。チュラカーギー、チュラ顔、あんた顔がいい、美しい、チュラカーギー、使いますね。ヤンバルクイナ全然ちゃうやん、それ方言というか存在している何ですかね、動物というか、イナバウアー、イナバウアー、あのそれスケートの技じゃないですか。あんたイナバウアーだねーみたいな、いやいや言わない言わない言わない、何を言ってあんのやろこの人ってイナバウアーさん言わないでしょ、すいません。いやいや、もうね、だからそう、チュラカーギー、そう、チュラカーギーっていう、チュラバーワー、チュラバー、新しいですね。どういう技の美しさになってくるんじゃないですか。最低方法ですかね。最低方法として、チュラバーワー、チュラバーワー、あれチュラバーワー。すいません、すいません。いやいや、僕も惜しい子になってきた。なるよね。なるっす。近くなりってきますね、サーピーちゃんね。そうですね。ありますね。まあ残り、まああと数分なんですけど、さっきちょっと待合室でお話ししたときに。あのまあ、ちょっとテレビのお話したじゃないですか、はい、もうちょっと今ここでアピールしとこうかなと、さらに、うん、ヒープホップっていう、あ女性がね、女性があの、うん、アーリーさんの番組で、しいね、もしかしたらチュラバウアーです、チュラバウアー、チュラバウアーカーギーちゃうの、カーギー絶対ライブで言ってもらえない、チュラバウアー、チュラバウアー使いますね、使いますね、おそらく間違うやつやですねチュラバウアーみたいな言っちゃいけない、違います、そのチュラカーギーの番組に、ね、さっきちょっと、もしあのまたお二人が沖縄近いうちに、まあ来るとしたら、ぜひ出て出させてくださいっていうちょっとお願いをね、さっきしたんですよ、したんですね、本当にしましたね、出させてくれるわけではなくて、はい、お願いはしたんです、私の一存ではって言われてました正しい答えが返りましたね、まあ出てるがタレントさんなんてねでもまあそりゃそうだと思う、あのキャンさん、放送作家のキャンさん、あのもしかしたら僕連絡するかもしれないので、あのこの3人で本当に、はい、
ね、出れるなら僕ちょっと本当にお願い3人になってますねそれが面白い3人でいいじゃないですかいやいやいやもちろんいい僕あの後ろでも本当チラカチラバウアーやっとくんですチラバウアー荷物持ち言われてました、ね、鋭いなとか思ってアーリーちょっとチラバウアー完成させてそこまでにね完成させてさあもうそろそろお時間が迫ってまいりました、はい、いやもうね本日も結構もう本当にあっという間でしたそうですね、はい、うん、あっという間でした僕トイレ行きましょうすいませんいやいや結構初かもしれないですよトイレあ、まあですかでもこういうのもいいかなこういうのも全然いいんで僕は僕あのゲストさん置いてトイレ行ったことあるんで、はい、マジですかゲストさん喋っといてやってるじゃないですか本人がやってるっていうね YouTube のこれはもう前回再生回数なんぼだったんですよ ありがたいことに、うん、あのですね前回の岩瀬さんが出ていただいた回がもう今1300回ぐらい絶妙なポイントですもっと増やしましょうもっと増やし、増やしましょうあのね聞いてくださってるリスナーの皆さん、まあ、面白いはずですけどね面白いですよ本当に面白い内容ですよねあのぜひあの YouTube の方で岩瀬さんがゲストの回、はい、で もちろん今回のやつもねチュラチューブでチュラチューブチュラがついちゃうチュラチューブ作りましょうどんどんチュラチューブあと意外とないかも、ね、チュラチューブチュラチューブやりましょうあいいかもしれないですねチュラチューブチュラチューバー、ね、チュラチューバーいいじゃないですか新しいですね、うん、チャンチュールみたいなチュラバウアーから話していくかもしれないですねチュラチューバーですチュラチューバーなのでもうぜひもう皆さんどんどん再生回数も僕増やしてほしいです本当皆さんのお力がお借りして面白ければみんな見てくれますね、うん、もうもちろんもうぜひドッカンレディオあの岩瀬圭吾さん現るっていう回があるので、うん、ぜひ皆さん見てくださいこれはいつ放送でしたっけとこちらのオンエアは、2月の27日で、うん、YouTube が上がるのが、その2日後ぐらいですね。あ、なるほど、なるほど。まあ、全然あの、うん、Twitter でもいい、つながってるんで、うん、リツイートしてくれたんで、うん、ありがとうございます、いやいや本当にその説は。自分の案件なんで、うん、しますよ、うん。僕らもします。だからまあ、今日のラジオ聞く前に、前回のラジオも、YouTube を見て、はい、こう、あ、つながってるんだなっていうのを、確認しながら、はい、エピソード1を見て恋愛はどうなったんだといろいろとでまあねチュラチューブはどうなったんだ次はっていう感じに持っていければなと思っておりますのでぜひ皆さんもうその下が思い出せんよな何でしたっけチュラカーギーですチュラバウアーに行き過ぎたんでチュラカーギー忘れとるチュラカーギーですいやいやチュラバウアーがヒットしたんでだいぶヒットしてるか分かる冷めた目で見られてるかもしれないありますけど画面の向こうあのそんな気がしますあいやもうぜひまた次回もね、はい、ぜひ近いうちにお会いしたいですぜひぜひ、はい、本日のゲスト岩瀬圭吾とはいキヨでした。はい、ありがとうございます。また来週よろしくお願いいたします。来週？あ、他のゲストさんですね。あ、なるほど。